福神は東京都豊島区に本社を置く株式会社福神が東京都区部を中心に展開するラーメンチェーン店である。主力メニューはラーメン定食類。1964年11月に創業し、1972年10月に法人化された。もともとは豊島区千葉や一丁目にあったラーメン店であったが、後にチェーン展開。 東京のターミナル駅近辺を中心としたドミナント出店を行った。2011年6月現在40店舗。池袋駅周辺の5店舗のほか、東武東上線、西武池袋線、西武新宿線沿線を中心に、主に東京23区北部で店舗展開している。埼玉県内にも2店舗出店したが、世の店、わらび店は閉店している。 チェーン展開後に、千葉や町一丁目の本店の向かい側となる千葉や町二丁目に、新本店が作られたが、1980年代以末に閉店している。かつては、西武池袋線の池袋から中村橋まで、各駅周辺に店舗を構えていたが、桜大店閉店によりその法則が崩れた。主力メニューの手もみラーメンを380円での、提供、オーダーごとに、 中華鍋で調理するチャーハンなどを比較的安価な価格帯で提供するなど日常的に利用できる外食の店として発展した。チェーン店として味のばらつきを抑えるためにセントラルキッチンの運営や社員による専任調理人の育成などを行っている。埼玉県入間郡諸山町には福神諸山工場がある。新メニューなどの取り組みは季節ごとに 積極的に行い、麺の増量、割引券の配布する、うっの際には、ビニールさんの無料貸し出しする、などのサービスで、リピーター客を取得。他の競合店との差別化を図るキャンペーンを、たびたび実施する。なお、一部店舗で営業後に屋号を、新々と、改めて営業を継続している事例がある。新しい新は、副新から独立した企業店舗であるが、 現状では、福神から食材等が供給されている。福神の割引券は1枚で最大4人まで使用できる。割引券の内容は、定食ライス大盛り分、麺大盛り分、味玉、ミニ杏仁豆腐、冷ややっこがあり、この中から一人一つ選ぶことができる。豊島区は小学校通学児童の郊外、安全指導員を充実させ、児童の保護に当たっている。 福神も一定の協力をしており、横断歩道通行時の手端には、福神の商標、称号などが対処表示されている。ありがとうございます。